久保さん、美咲です。今回美咲にしましょうか。一文字いいっすね。どうすか美咲、どうすか美咲です。すごいっすね久保さん。美咲です。もうミサイルはまだ来てないみたいですね、この岬には。すごいっす。すごいっすね。今日ね、晴れましたよ。オープンカー日和ですね。めちゃくちゃ絵面が良くないですか久保さん。なんかね、日焼けしたっぽいっすよ僕。日焼けしたねこれね。ずっとオープンで走ってたから、もうなんか皮膚がなんかほら赤くなってきた。ちょっとねもう夏場はね無理っすね。多分気持ちいいんすけど、やたらもうちょっとこう痛いっす多分。痛い。走りすぎた。オープンカーで紫外線が。久保さんなんか出張してるらしいじゃないですか、ね、今なんかね。すごいですね。僕は今旅してますけど、はい、いや平和ですねここは。平和です。いやマジで平和ですね。いや今ね、ここのね、あそこの灯台ある、灯台っていうかあそこの灯台あるんですけど、あそこ入れないんですよ。で、このね、岬にも人がいて、まあ、久保さん人っていうテーマでしたけど、あそこに工事してる人いてるんですけど、まあここも僕ね、全国走って思うことが、ここに道路があるんだなっていう、てかアスファルトが、まあ砂利道でも走れる車ありますけど、まあ砂利道でも走ってますよ。砂利道でも走ってるとはあんないですけど、でもさすがにね、アスファルトないときついじゃないですか。じゃあアスファルトって誰作ってんのっつって人が作ってるし、まあそのうち何百年後かはね、人間が作るんじゃなくてロボットが道を作るっていうなるかもしれないですけど、こうやって僕がこういろんなとこ行ける理由は人がいるからですよね。人が道作ってくれるからっていう。ね、人が道作ってくれるからこれで走れるわけですよ。道がなかったらね走れないですからね。だからここもね、山も切ってアスファルト、もともと山だったんでしょうね。もう山ですけど完全に山ですけど、そこを切り開いて、アスファルト作ってやったからまあ走れるんですよね。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ人がいなければ始まらないってことですね。まあビジネスも人がいるから成り立つわけで、人がいなかったらビジネスもクソもないですからね。うん、まあこの車を作ってる人もいるし、車を売ってる人もいるし、この車の部品、ホイールタイヤ作ってる人もいるし、エンジン作ってる人もいるし、いろいろな人で出来上がってるんですよ、これも。よいしょ。ちょっと本当日焼けしましたね、久保さん、僕。日焼けしたな。気持ちいいっすね。でもまあ今日はねあれっすね久保さん、鹿児島のどうしようかな、もうちょっと疲れてきたな。ちょっと考えます。ちょっと考えますけど、とりあえずね、でもねもうここやばいっすね。もうどうしようかな、もうちょっと走りすぎだな、これ皮膚が痛くなってきた。
皮膚が。やっぱね、ずっとオープンで走ってると、多分ずっとオープンで走るやつもいないと思うんですけど、結構紫外線やばいっすね。最初気持ちいいんですけど、どんどん痛くなってくるっていうね。痛くなってきます。いやー、もう車買ってからもう3000か4000走りましたね、久保さん。車買ってからもう、5000走ったか、結構走っちゃいましたね、もう。いや、5000ぐらい走ってるかもしれないですね。ちょっと待って、2万6000ぐらいで買ったか、だから4000、5000キロぐらい走って1月に買っても5000キロぐらい走ってますね、久保さん。帰る頃にはもう5000ですね。多分これ2万6000キロぐらいだったんですよ、確か。で、今3万940キロなんで、5000ですね。そう。いやー、ありがたい。まあ、燃費いいっすね。めちゃくちゃ燃費。燃費がいい、久保さん。新シリーズ始まっちゃいましたね。そう、なんか新シリーズのなんか、まあこれ全部じゃないですけど、新シリーズの最初ってなんか結構なんか僕がちょっと移動してる、なんか移動してる感があるな。そう、人に始まり人に終わる。まあなんかあのね、僕が好きなトークでね、北海道にその宇宙開発センターというか、そのロケット飛ばしてる民間のね会社があって、そこの社長さんがそのランボルギーニの話をして、ランボルギーニ買いました、いや僕のじゃないですけどみたいな感じから入るんですけど、これも結局作ってくれる人がいるから買えるみたいなね、作ってくれる人がいなければお金があっても買えないよっていう、でも逆に言うと、お金を払う人がいるから作る人がいて、お金を払わないけど作れるかっていうと、給料なしではさすがに働けないじゃないですか。結局そのお金ってぐるぐる回ってんすよね。まあ昔は物々交換でしたけどね、もう物々交換だとめんどくさいんじゃないですかね。痛い、ちょっとやばいな、ちょっと痛くなってきた。久保さんもいろいろなあれですね、持ってますね。あの壁、あのポスターみたいなの初めて見たかもしれないですね。あれ初めて見たような気がするな。いやー、でもオープンってすごいですね。ただ屋根が開くだけなんですけどね、これも屋根を開けて走りたいなっていうね、人の思いがなかったらね、屋根開かそうと思わなかったでしょうね。屋根開いて走ったら気持ちいいだろうなっていうね、人間がそう思わなければ、人がそう思わなければ、わざわざ屋根開ける仕様にしないですよね。思わなければ始まらないみたいな話でね、基本は屋根開かないですからね、基本は。はい、ということで移動します。はい、行ってらっしゃい。